ついについについに僕が YouTube をやってることを先輩にバラした真犯人が分かりました。そいつは同僚の K 君です。僕は知らなかったよ。先輩が勝手に YouTube で俺のことをたまたま見て、それで俺のことを知ったんだと思ってたんだけど、どういうことあるよ。 K 君がバラしたんじゃん。同僚の K 君が先輩に告げ口をしました。俺が何を悪いことしたんだ。俺が何悪いことしたんだよ。 K 君っていうのはね、学生時代から仲良くて、そう、 K 君っていうのはね、同じ学校だったんですよ。学生時代から一緒にね、 COD をやったり、モンスターハンターをやったり、家でタコパをやったり、いろんなことをしました。で、 K 君とはね、そう、地元も同じだったんで、そういうのもあって仲良くなりましたね。 K 君すごいいい人なんですよ。いつも寡黙なんですけど、すごい真面目で、仕事すぐテキパキテキパキ、ぐんぐんガン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 進めていくような人で、そんな K 君が僕はいつも、うわ、真面目で見習わなければならないなって思ってたんですよ。でもね、違ったんですよ。やつの本当の姿は違ったんですよ。悪魔だったんですよ、やつは俺のことを先輩に言って、俺の全てを壊そうとした。許せない。やつを許してはいけない。くそ、裏切られた。どうしてよ、どうしてよ。事の発端は2週間前、 K 君と先輩はあることについて話していました。先輩は前回も言った通り COD をやっていたので、 K 君となぜか仕事の話から COD の話へと、移って盛り上がっていました。そしてなぜかわからないですけど、 K 君はハイグレタモって知ってます？ハイグレタモって知ってます？って言ってらしいです。まあこのことはあの先輩に聞いたんですけども、それで先輩はもちろん、いや、え、知らないけど、いやー、実はですね、ハイグレタモっていう YouTuber がいるんですけども、そいつうちの会社にいるんですよ。何それ、何それ、ちょっとどういうこと、ちょっと何それ、 YouTuber ってこと、んー、 YouTuber なのかな、あんま知らないんですけど、 YouTube やってますよ彼は。あ、そうなの、なんて名前だっけ。ハイグレタモですよ。そんな会話をしたらしいです。俺が何を悪いことをしたんだ。おかしいじゃないか。なんで YouTube を軽々バラすんですか。こんなスタイルでやってるしさ、会社ではさ、僕もさ、まあ、真面目にとは言わないけどね、真面目にとは言わないけど、普通に仕事をしてるわけじゃないですか。それなのに彼はそれをぶち壊そうとした。もしその先輩が悪い人で、もし課長にバレたらどうすんだよ。俺課長と目合わせれなくなっちゃうよ。ただでさえ今忙しすぎて、ちょっといい感じじゃないのに課長と。どうしてそんなことを言った。どうしてでしょう。俺は
何をした？金本、俺何したんだよ。入学した時、俺が授業に集中できなくて、ちょうど隣が金本だったから、話しかけまくったら先生に怒られて、ちょっと金本笑ってたじゃん。金本も COD 持ってたから、一緒にやって俺だけキルするけど笑ってたじゃん。食堂にいた時、金本唐揚げ定食食べてて、俺が最後の一つの唐揚げ食べたけど笑ってたじゃん。俺が COD の新作のために学校を休んだ後、ノート見せてって言った時も笑ってたじゃん。俺が課題で行き詰まった時、金本の PC の画面見て、もう全部パクったけども笑ってたじゃん。卒論の時にお前は頑張って締め切りに間に合わせようと、終わらせようと頑張っている横で、俺は椅子に横たわって寝てたけど笑ってたじゃん。内定先のインターンシップで俺がうたた寝してた時も笑って起こしてくれたじゃん。金本だけ残業してる時、俺は早く帰って COD してたけど、その時も笑ってくれたじゃん。どうした金本、俺は何悪いことした？俺何も悪いことしてないよ、この音。え、こんなちっぽけなことで怒るのかよ、金本。ひどい。あ、ごめんなさい。つい、感情が先走ってしまいました。でもね、金本くんのこと本当に信じてたんですよ。本当に真面目に、ちょっとこっから真面目になりますけど、ちょっと真面目に信じてて、ちょっと本当彼はもうそういう、結構喋らないタイプの人で、もう本当に寡黙で、もうそういうベラベラ喋らない子で、その学校にね、入学した時もね、みんなとね、周りに打ち解け込めなかったわけですよ、金本くんは。そこで俺がね、パズドラやろうぜっつって、で金本くんね、スマホ持ってるけど何もねいじってないから、なんか暇そうにしてんなと思って、で一緒にパズドラをやって、でそっからね、そのパズドラつながりで、いろんなね友達ができたり、まあ、そっから一緒に遊んだりね、休みの日とかねしたわけですよ。金本、どういうことだ金本、どういうことだ。一緒に就活頑張ったじゃん。あの時のこと思い出せよ、金本。皆さんってこういう経験あるんですかね。信じてた人に裏切られるっていう。俺ね、金本くんにね聞いたんすよ。その先輩に言われて、その金本くんがその YouTube やってることを言ってたよみたいなことを言ってたから、俺が金本くんにね、その問いただしてみたわけですよ。おい金本、俺が YouTube やってることは先輩に言ったみたいな。で、そしたら金本くんで、え、言ってないよ。いや、びっくりした俺。その後にね、あ、言ってないんだって俺そこで信じたもん。うん、金本くんだから、金本くんだからこそ、まあそういうことは言わないだろうなと思って。で、その後に俺がで、もう一回ね、え、でも先輩言ってたよってちょっと問いただしてみたら、ごめん、言ったわって言われて、ファーってなったわけよ。ファーって、そこで頭真っ白になっちゃった俺。金本そういうやつだったかって思って。金本、おい、まあ金本っていうのはカッコ仮名ですよ。はい、仮名です。わー、いやー、びっくりしたマジで。わー、いや、そういう経験あります？皆さんねえ。まあ、俺はそういう、なんかあんまそういうのあんま聞いたこと、まあ、小学生、中学生、高校生とか、まあそういう、あんまり、そのね、ちゃん、なんつうんだろうな、その友達との関係があやふやな時とかさ、
そういう時にはさ、もしかしたらあるかもしれないけど、もう金本とは、もうずーっと一緒にいんだよ。俺信じてた金本。金本見てるかー、まあ、許さねえぞ。来週、飲み会だよな。今週か。お前、覚えてろよ。ということで、金本への愚痴でし、愚痴じゃない。金本への警告でした。